最初見たとき、これデザイン的にどうなのって思いましたけどね。長い時間見てると、なんかかっこよく見えてくるというのが不思議ですね。まさにヒーローって感じの、この色合い、最高ですね。皆さんこんにちは。ジェイズホビーベースへようこそ。さあ、7月8日に公開が迫ります。 MCU 最新映画ソーラブ&サンダー、こちらのマーベルレジェンドがついに日本でも発売されましたね。僕はね、トイザラスへ行ってきて、で一部はアメリカのアマゾンで購入しました。本編映画もめちゃくちゃ楽しみなんだけど、まずは僕らはねフィギュアで楽しんでおこうということで、今回から一体レビューしていきますので、どうぞお楽しみに。さあ、それじゃあね、やっぱり最初は主人公だよね。ということで、こちらマーベルレジェンドソーラブ&サンダーソーでーす。今までの衣装とはガラッと変わって、鮮やかな鎧を身にまとった我らがソー。ストームブレイカーの力を解き放ち、パワーアップした雷神がどんなフィギュアになったのか、早速パッケージから見ていこう。箱はオレンジ色を基調としたラブ&サンダー仕様で、タイトルロゴは1980年代を思わせる懐かしくもかっこいいデザイン。名前はシンプルにソー。両サイドはまさにヒーローといった姿のソーのイラスト。後ろ、ソーの説明書きどうぞ。今回のビルドフィギュアはマーベルズ工具、ぜひとも全員揃えて完成させたいよね。工具は大好き。でも今回のソーにはパーツはついていません。下と上は壊れて戻ったムジョルニア。では開けてみよう。ラブ&サンダーソーカモン。おー、神々しいですね。今回の層は内箱もこんな風に鮮やかな雷っていうのかな、炎っていうのかな、これもいいですね。派手なの大好きです。でこの鎧がいいね。後ろはマントが本当に大きい。じゃあね、早速取り出してみようかね。マントがあるとなかなか取り出しづらいんだけど、ほっほっ、あ、結構ねマント柔らかめですね。うん、これはいいぞ。おーした、ほっほっ、うん、この鎧はかっこいいですね。僕ちょっと個人的にはこのマスク兜、うん、ちょっとどうなのかなっていうデザインは疑問はあるんだけどね。うん、でもこの鎧が本当に綺麗、いいね。それじゃあね、まずはこの新生層をじっくりと見ていこう。まずは付属品からって言っても2つしかないんでちょっと寂しいんだけどね。交換用のハンドパーツ、握り拳です。肌色の成型色に黒と金の塗装がされています。これ右手だけじゃなくて左手も欲しかったなぁ。ムジョルニア亡き後の相棒、ストームブレイカー。これも細かな作り込みがされています。ハンマーの部分こんな感じで細かいですね。グルートの腕だった枝の部分の造形もいいです。ちなみにこのストームブレイカーは以前にレビューしたマーベルレジェンドエンドゲーム版のソーの光るストームブレイカーと同じ造形です。クリアパーツの部分だけが違っています。他にもフィギュアーツのストームブレイカーも横に並べてみました。柄の長さが全然違いますね。あと細かな造形はさすがにフィギュアーツの方に軍配が上がるようです。同じくマフェックス版、こちらも柄の長さが違っていますね。近くで見ると刃の大きさ、そして細かな造形の違いがあります。次は造形を見ていこう。今回の層は黄金のヘルメットをかぶっております。最初見た時、これデザイン的にどうなのって思いましたけどね。まあね、長い時間見てると、なんかかっこよく見えてくるというのが不思議ですね。
はい、軟質素材でできていて、こんな風にねグニョングニョンと尖ったところは曲がります。別パーツが頭の上に乗っかっているので、下から見るとね、鼻の造形、そして口元、ヒゲのプリントなんかも綺麗につけられてますね。ただ個体差によってはこのヘルメットがこうちょっとずれてね、くっついちゃってて、奥にあるこの目、これ分かりますか？ただでさえちょっとね見づらいんですけれどもね、これがまあさらにね、あのずれて見えなくなる個体もあると思うので、僕はこれは店頭でちゃんと良さげな顔の層を選んできました。ネットだとね、どんなのが来るか分からないんだよね。ここは気をつけたいところ。残念なのはこういったこのメタリックブルーのラインがですね、実際よりもちょっと色が足りないんだよね。ここら辺惜しいな。横から見るとこんな感じ。髪の毛は今回後ろから見るとわかるんですけどね、横にズワって流れています。これはね、稼働の妨げにならないし、なんか勢いがついてていいですね。塗装なんかも細かく、はい、塗られていて、これもいいと思います。上から見るとこんな感じです。体はどうかな？なんといっても今回の層の売りはこの新しいアーマーですね。細かなモールドが素晴らしい。ここら辺のディテール最高だね。首元まで塗装細かく塗られています。この塗装がね、ゴールドシルバーを差し色にメタリックブルーが基調になっていて、何ヒーローって感じのこの色合い最高ですね。肩のプレートにもブルーの塗装が入っていて、腕周りは真っ金金でほんとゴージャスって感じ。前腕はこのような色合いとモールドです。細かいですね。色もね、赤と黒がさらに追加されて、本当にこの層はカラフルです。手の甲はこんな感じの模様が付けられていて、左手はね、少し力の入って表情のある開き手になっています。後ろから見るとマントは若干右に流れた作りになっています。このマント肩から伸びて胸のこの丸いところまでが一つのパーツなんですね。なんでここで接続されていると、横から見るとこんな感じになっています。後ろね、こうやって上げてみると、オープニングでも言いましたけどね、このマント結構柔らかめなので、まあ、稼働の妨げにはそんなにならないかな。そこいいですね。はい、後ろよく見ると、はい、アーマーのデザインがしっかり作られています。腰のベルトのゴールドもいいですね。腰周りも細かいモールド、そして金の塗装、前だれも細かく塗られていますね。横はこのように鱗のようなデザインになっています。こちらも細かく色が塗られていて最高です。下半身も情報量が多いですね。太もも部分もただのズボンではなくて、外側は網目状、そして内側は斜めのラインが入ったデザインになっています。そして膝、ここもこの金の塗装とメタリックブルー、細かいよね。そしてすねに降りていって、こちらもふくらはぎ部分は金で塗られていると。黒のね、こういったところのね、差し色もいいですね。ちょっとここ金が欠けちゃってますけど、まあしょうがないかな。後ろもこの金のラインまで塗られているってのが素晴らしいです。足首周りもしっかり塗装色分けされていて、造形もいいですね。足の裏はこんな感じ。今度は可動を見ていこう。頭部は左右、髪の毛がうまく避けてくれるのでよく曲がります。傾きはほぼないですね。上下は下、いいね。上も思ったより向いてくれますね。体は腰はなくて胸の下だけあります。左右よく動いて傾きも良好です。前後は前、前は若干かな。後ろはぐっと、はい、のけぞってくれます。腕を真横に上げると90度、前後ろは肩のパーツに干渉しちゃうので、まあね、逃がせばぐるっと回らないこともないんだけどね。こんな風に、はい、上腕で左右のロールがあって、
て肘は二重関節で、はい、ここまで曲がっちゃいます。素晴らしいですね。手首の回転と可動も良好です。足は真横に上げると腰巻きに干渉してこれぐらいですね。開脚はこんな感じ。ももで左右のロールがあって足を前に出すと90度いかないぐらいですね。後ろはこんなもんかな。膝は二重関節でここまで。足首は上ちょっと下いいですね。左右のロールはなくて内側外側がよく動きます。では遊んでこう。早速ストームブレイカーを持たせてみましょうね。うん、難なく持てます。こんな感じかな。で足をガッと開いてね、このジョイントもまたしっかりしてて、うん、立たせやすくて、この層遊びやすくてほんといいですね。うん、簡単にかっこよく決まります。その他左手がね結構力強い開き手なんで、こうかざしてね、イカズチを呼び出す層だったり、腰に左手を当てて余裕をかます層なんかもできますね。この層残念なのは稲妻系のエフェクトがついてないんだよね。こちらはマーベルレジェンドの層についていたやつなんですが、試しにつけてみよう。どうかな？うん。ほいほいほい。こういうのがね、1個2個ついてるだけでも違うんだけどね。今回はね、ちょっと1個もついてなかったんで、ちょっと借りてきましたけど。こんな感じで、バリバリバリーと、うん。これもいいですね。じゃーん！フィギュアーツやマフェックスのエフェクトパーツに助けられればここまでかっこよくなります。でもね、これはちょっと敷居が高いよね。やっぱりエフェクトいくつか欲しかったな。あとはマーベルレジェンドインフィニティサーガ太っちょ層との顔の付け替えができるってことをお伝えしておきますね。こっちはまあいいとしても、これ本当に。いや今回のそうね、ヘルメットを外した素顔パーツも欲しかったね。なんだろう、言い過ぎなのかな。なんかそういうのがついたグレードアップしたバージョンがこの後出そうな気がするよね。大きさ比較いってみよう。高さは 18.1 センチ。横にマーベルレジェンドエンドゲーム層とインフィニティサーガの太っちょ層、太っちょ層が若干小さいのかな。ここの2人はあまり高さ変わらないね。ただ肩のこのたくましさは全然違いますね。上半身の厚みといい、スタイル的には今回の層が一番たくましくてかっこいいです。今度はフィギュアーツ層とマフェックス層。マーベルレジェンドどんどん出来良くなるし、なんか大きくなってない？全然高さが違うんだけど。すごい。そして以前にレビューしたマーベルレジェンドグランドマスターとの2パックの時の工具。いやー、工具がビルドフィギュアとはね、もう大好きなんだよ僕工具が。俺っち工具って最高の癒しキャラだよね。さあこれからね、周りにどんどんラブ&サンダーのねキャラクター並べていくんでね、皆さんもねぜひ最後までお付き合いください。ほんと僕も楽しみです。最後工具新しいのできるのかな。それでは最後はポージング。いかがでしたでしょうか。今回紹介しましたこちら、ハズブロマーベルレジェンドソーラブ&サンダー。そう、いや商品の宣材写真を見た時と実際に手にしてみて、ここまでいい意味で裏切られたのは初めてですね。だってこのマスクかっこ悪いなーって思っちゃったんだもん。でもとにかくね、
このアーマーがね神々しくて最高にかっこいいです。ほんとね綺麗なんですよ。マスクもね、まあ、慣れれば問題なし。可動フィギュアとしても層のたくましい体をしっかり再現していて、触っていてずっしりと重く、ジョイントもね適度に硬くて遊びやすい良品でした。まあもったいないのは付属品が少ないところかな。この握り拳もね、もう両手なんでつけてくれなかったんだろうっていうね、左手ずっと開きっぱなしなんだけれども、それでもね新しいウェーブソウラブ&サンダーの主役フィギュアとしては大満足でした。いつも動画を見てくれてありがとう。この動画が楽しかった、面白かったと思われた方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それからコメント何でもお待ちしております。励みになってます。動画の最新情報はインスタグラム、ツイッターをチェックしてみてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。って次レビューするのは順番通りもいいし、そうじゃなくてもいいけど、どうしようかな。ってことで、バイバーイ。